本田ダ光景は、大見ゼゼ藩の、第四代藩主。高春慶本ン家、宗家四代。昭法四年、伊勢亀山藩主。本田俊治の長男、本田康安の子として、亀山で生まれる。父の安永は着子だったが、万治元年に創生した。このため、万治二年十二月、父に代わって、着子となった叔父、本田康安師匠の婿養子となる。 漢文4年12月28日、地した沖上に、ジョイ、任官する。遠方7年6月18日に、須進の隠居により、家督を継いで、第四代藩主となる。この時、須進の次男である忠常に一万国を分与し、市藩として、河内西大藩を立藩させた。聖徳4年3月4日、長男のの命に家督を譲って隠居する。 教法3年11月10日、大津で死去した。去年72。土役ターダーダーの養子の後継の項目によれば、養父は美女を集めて、主演、乱舞、三味線、古とも養子、陰乱に溺れ昼夜を分けず、兵をなしおごり極めているとされ、またその費用を領民に生かしたため、下の困窮を知らずと、術されている。その養父と比較し、 養父よりは、マシとされているが、決して高評価はされていない。一方また同書では、三代並びて、愚章たること、前代未聞なりと記述されている。ありがとうございます。